I think this might require the attention of our dear leader. Doc has turned with a new demand. Talk to him to find out what his group wants. また来たのか、ドック。2回目ですよ。そろそろ交渉決裂の場面がね、出てきてもおかしくないので、あ、ジャガノートいるし、あそこに。まあ、決裂したらあのジャガノートにね、戦ってもらいましょうかね。なんだい？Legacy completion is permanent. Once you complete this mission, you can never access this community again. Legacy gives you a permanent boon that can apply a huge benefit to your future communities. The survivors from this community will also be able to be able whenever you start a new community. おお、最後のミッションですね。Legacy completion is permanent ってことで永久的なものですね。このコミュニティに戻ってこれないみたいですよ、二度と。マジっすか。こんな終わらせ方でいいのか。こいつグレポン持ってやがる。怖え。最後のミッションへっていうお誘いが来たんですけど、スマイリーで終わらせる気はないか。これ行っちゃうと終わるっていうことですもんね。うわ、なんかすごい悲しいな。せっかくこう大所帯になってね、これ終わっちゃうと二度とこのコミュニティにアクセスできないっていうことなんですけど、マジか。他のやつまだやってないこといっぱいあるんですよ、これね。こうやってベースマネージメントとかね。リサーチニューテリトリーとか、これまだやってないですもんね。マジか。終わりか、ついに。いや、でもなんかね、スマイリーで終わらすのがなんかちょっと三角ですよね。やっぱりメリックさんかプライスさん、こいつらがやっぱ主人公的なねポジションで、あくまでスマイリーはサブなので、我々の旅はまだ続くと。というかゲアリーもいらねえっていう。これはちょっと悩みますね。クリアしちゃうとまた1からになるわけですね。ここでクリア、もしスマイリーさんでラストミッションしてクリアしてしまうとエンディング、そしてビルダーというね、建築のブーストをね次の2周目に引き継げる、そして現コミュニティから3人に引き継いで次の強くてニューゲームが始まると。でこのコミュニティとは解散ってなるんですけども、待て待てと、やっぱりスマイリーさんでエンディング迎えるのは皆さんからね反感の声が上がってるんじゃないでしょうか。なんでスマイリーなんだっていうね声がもう飛んでますよね。コメントでもブワーって流れてきそうですけどね、やっぱそういう声が上がってるんじゃないかなと思いますので、やっぱここはプライスさんかな。コナーさんの意思を引き継ぐといったらプライスさんとメリックさんですよね。泣く泣くちょっとバグのために泣いてもらったコナーさんですから、そこの意思を引き継いだメリック、そしてプライス、ここの2名どっちかでやっぱエンディング迎えたいという気持ちがあります。途中参加してきてねフラッとやってきたスマイリーさんにそのエンディングの座をね譲ってしまうのはどうかもちょっともったいない気がしますので、スマイリーさん、あんたともお別れだ。ありがとう。今までムードメーカーとしてありがとう。身ぐるみを剥がす。返せ。物資を返せ。見納めです、スマイリーさん。
出血してますね、メリックさん。大丈夫かな。とりあえずプライスさんで、ミッションやるでしょうね。We are abundance wide mission. I sure you want to switch right now. Yes.今までスマイリーありがとう、感謝してます。今日リーダーになったばっかりのスマイリーかわいそうだけどごめんよ。お疲れ様でした。ありがとう、君のことは忘れない。アディオススマイリー。どこ行った。さあ解雇してやる。どこ行った。いやこういう苦渋の決断を繰り返して皆さん過ごされてるわけですね。どこ行ったスマイリー。上か、あ違うな。あれスマイリーいなくなりましたね。入ってきてるし、入ってきてるな。あれスマイリーどこ行った。本当にいないぞ。スマイリーさんどこですか。あれ逃亡したな。やめさせられる前に逃げたな。上か。いないですね。あれ？おかしいな。あ、いたいたいた。あ、作業してたのか。はいはいはい。やばい。うわ、これどうなってる。また新しいバグですかこれは。なん待っちゃったよ。ひどいなこれは。どうすりゃいいんだこれ。出れないし。あーこれはスタックしてるな。依頼出さないと。いたいたいた、スマイリー。スマイリー。あばよ。Pack your things. It's time for you to leave. You're kicking me out just like that? Right now? I just dropped off a couple things I found while I was out. あらら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 。どこから帰るんでしょうか。普通に帰ってきますね。バイバイス。Are you trying to kill me? そうだ。早く走れ。That screamer means all kinds of trouble.これ絶対スマイリー、ジャガノートに襲われるよ。いや、しかも叫ばれるし。一応最後だけ見届けてあげましょうか。ジャガノートに襲われて最後終わっちゃうんじゃないか。Better not let that juggernaut get his hand.スマイリー終わるんじゃね。いた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 。忙しいのに。頑張れスマイリー。
最後の勇姿を見せてくれ。強いな、ジャガーの。多分無敵ですね、これ。無視されてます。頑張れ、スマイリー。君ならやれる。さあ、スマイリーの攻撃。反撃、なるか。果敢に行く。おっと、掴まれた。首を掴まれた。うわ、食われて。ああ、うおー、スマイリーが真っ二つに。マジか。あれが即死攻撃ですね。あれを食らっちゃうと一発で死んでしまいます。うわー、初めて見た。顔食われてしまったんでもう分かんないと思いますけどね。顔見に行けるかな。ジャガーノートってなんか可愛らしいな。プーさんみたいだ。うわー、スマイリー内臓出ちゃってるよ。あー、スマイリーが、スマイリーの顔見えない。バグっちゃってんですね、これ。顔は見せない、補正されてる。そこにあるんですけどね。あー、スマイリー。あー、ゾンビ化さえしなかった。しかもね、ジャガノートが空気読んでくれるんですよね。モラルが下がってる。なんでだ。遊びすぎた。やばいやばい、バレたバレたバレた。あれ、扉バグってねえか。この扉貫通してるぞ。やばい、モラルめっちゃ下がってるよ。入ってきた。やばいやばいやばいよ、これは戦わないと。みんなで応戦だ。スマイリーの敵、スマイリーの敵だ。よいしょ。もうスマイリーを。なぜかめちゃくちゃ悪い状況ですね、今ね。Too many infestation. Food low. Food dire. Surely Gary. Gary のせいでみんな不真面目になってるんですね。Gary出ていかすか。いやー、スマイリーは最後もね、最後までみんなを盛り上げてくれましたね。いいやつですよ、やっぱりね。ああいうエンディングもあるじゃないですか。あれは彼にとっての、まあ、エンディングですね、一応ね。人生のエンディング。まさか。ね、拠点出た瞬間にやられるとは誰も思ってなかったんでびっくりしましたけど、そういうこともあるんですね。ではでは、新しいリーダーを選任しましょう。誰にしましょうかね。メリック、トレーダー、シェリフ、プライス、新人、シェリフ、トレーダー、シェイン。となると、やっぱ途中までやっていたシェリフを終わらせてしまうのもいいのかなというところですね。
トレーダーはどういう感じなのかちょっとわかんないんですけどね。サモントレーダー、トレーダーを呼び出せるって書いてますけどね。まあやっぱプライスさんが主人公ですかね。じゃあプライスさんでいきましょう。うわ、いってなんで選んでないと思いますね。この扉バグってるよね。閉めとかないといやー、いろいろ施設とか壊した割にね、全然良くないですよね、ほんとね。医療施設拡張。はい、というわけでプライスさんをじゃあリーダーに選任してあげたいと思います。これは仕方ないですね。メリックさんがトレーダーってちょっとわけわからないビルドミッションなんで、プライスさんで行きましょうか。ちょっとお腹押さえてますけどね。出血か。ちょっと状態的にやばいですね。早くさせた方がいいかな。 One more and done. これは医療施設にかかった方がいいですけど、今ちょっと工事中なんでダメですね。いやー、一気に状況が悪化しましたよ。やっぱコナーさんがね、引っ張ってたんですね。では、シェリフ、行きたいと思います。はい、プライスさんのリーダー化が決まりました。どうなるんでしょうね。コナーさんの時に話してた内容とは変わってくるんでしょうかね。やっぱりね、兵隊さんなんで口調も結構ね厳しいですからね。コナーさんの時は結構軽かったですよ。俺があいつのパトカー奪ってやったんだぜみたいななんかすごい軽かったんですけども、コナーさんじゃなくてね、プライスさんの場合どうなるのか、そこら辺もちょっと注目のポイントでございますね。ご期待ください。